そうそうそう、継続に勝るもんは俺は存在しないと思ってて、努力が一番の才能なんだよ。続けられることが一番強さにつながると思ってる。それはトレーニングに限らず全てのこと、継続できる力みたいなのを俺は一番信じてるかな。継続力。おお、アニーさんありがとう。毎日一か三連休も大事だけど休むことも大事ってどれさん言ってたから無理しないでくださいね。そうだね。だけどそのなんだろう、なんていうのかな、時間がないんだよね。時間がない。そうだね。まあしょうがないでしょ。今日はオールスター鮫島さん、光くん、その辺が試合出ますよ。第4試合です。僕は光くんの前ね。光くんがセミファイナルだから僕第4試合です。真ん中だね、セミファイナルの前。後輩とか先輩とかあんま気にしてないかな俺は。向こうの方が閲覧数も実力も上でしょ。ムエタイですね。キックです。キックというよりは肘膝ありなんでムエタイですね。一番近いのはルール的にね。ムエタイだと思ってください。要は、頭突きと、噛みつきと、目つぶしと金的と、あと、組み技がダメ？首相撲ありだから。いや、グラウンドがないって感じか。いや、しません。逃げました。逃げです。今日誰もいないや、スケーターも。今日誰もいない。珍しいな。いつもスケートやってんのに。爪当てありですね。爪当てあります。いや、昨日の方が寒かったけど昨日人いたよ。漫才師もいなければスケーターも、あの自転車の人もいない。今日は遅いからかな、時間が。ありがとうございます。もしよかったらフォローしててもらえると嬉しいです。30分どころじゃない、3時間ぐらい無言だよ。ここ1週間やってるね。なんかあったのかな。部屋は借り入れてるみたいだけどね。ゴンタサクランボさん、携帯ないから静か。携帯ないから静か。
スケーターね、スケーターいないから、うん、静かだね今日は。練習に集中できるね。ぶつかりそうになるからジョギング怖いんだよスケーター。ここはでもあれでしょ、新宿のスケーターのメッカなんだろうね多分。すごい数集まるから、7人ぐらいでやってるよいつも、スケーター。いつもうるさいもんね。よし、じゃあ走るか。誰もいないよ。ほら、誰もいない。一人もいないね今日は。ゼロですね。一人もいません今日はね。いつもはもっといるけどね。じゃあ練習開始します。5秒カウントすんでタイムラグ確認するんで手を挙げてください。5、4、3、2、1、手挙げお願いします。2、3、4、5、6、6秒、大丈夫だね。6秒ラグか。じゃあやりましょうか練習。OK だね。で、行きまーす。まずロードワーク20分行ってきまーす。コメント盛り上げてね。アットマークプロ
ネコをアットマーク黒く改めさん、なかなか頑張ってるな。ありがとう。やだよ。ネコをアットマークプロフ改めさん、早いな。
膝が痛くなり始めた。そうかな、スタミナついたかな。速計はあるからね。怖い世界だよね。え？変なの来た？
30人ありがとうね。俺170。モーリー少年さんはドツです。頑張ってください。頑張ります。はい、ワダツーバタフライテールいらっしゃい。あと3分。
お疲れっす。藤間くん似てるかな。ドラマ版の、それとも山田孝之版、ドラマ版の、漫画版とドラマ版どっちが似てんの。エコーアットマークプロフ改めさん、ドラマ版だな。山田孝之は言い過ぎでしょう。それは褒めすぎだよ。
久しぶりかな。毎日やってるけど。おじいらっしゃい。バカありがとう。まおじいさんタイミング悪かったかも。そう、俺青じい結構見てくれてる印象あるけどな。俺が最近忙しくて時間経つの早いんだよね。どれくらいぶり？俺結構青じい最近来てくれてるイメージあるけど。3日ぶりか。エコーアットマークプロフ改めさん、ハートをハートありがとう。ハートありがとう。ドレさんとの練習日曜日だから、そうだね。3日ぶりかな。猫さんありがとう。ハートいっぱいありがとう。青じいさんドレさんとの練習。猫をアットマークプロフ改めさんハートをプレゼントしました。ありがとう、ハートたくさん。猫アットマークプロフ改めさんハートをプレゼントしました。頭痛マラソンしたら治ったね。走ったら治った。血行が良くなかったのかな。どうなんだろう。いやいや、肉体面ですよ。精神面は本当負けないと思ってるんですけど、体が追いついてないです。思いっきりフィジカルですね。精神面では負けてないですよ。精神力で負けたことなんか一回もない。うん、まずは精神から。それは吉田松陰も言ってますね。
はい、ワード2。そう、顔つき変わったって言われますね。はい、ワード2、エビセンさんバーガーありがとう。いつもありがとうね、エビセンさん。最近のリスナーさんなのにアイテムありがとう。頑張ります。バタフライテールありがとう。匿名さん花火ありがとう。匿名さんありがとう。頑張ります。ありがとうね。みんなの応援無駄にしないから。ダークホースってどういう意味だっけ。ありがとう、匿名係長さん、ありがとう。頑張ります。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいよ。みんなの応援絶対拳に込めるから、ありがとう。じゃあ次役からシャドウをやります。次役からシャドウです。じゃあ何ラウンドやろうか。8ラウンド。今日も8やる。せっかく昨日も一昨日も8やってるから。何ラウンドくらい行こうか。エコーアットマークプロフ改めさん、3分×8。3分8だね。
昨日も8だね。一昨日も8。試合は3分3ラウンドだから多めに。レコーアットマークプロフ改めさん、それできるのはすごいよ。いや、あれで軽めに流したよ昨日は。あのもう体調ぐったぐただから最近。試合当日はね、3ラウンドですね。3分3ラウンド。3分3ラウンドっす。僕は全く体鍛えたことない、スポーツもやったことのないニートです。漫画を2万冊読むぐらいの、映画と漫画とアニメをこよなく愛する男です。全く体鍛えたことない、本当の運動音痴です。だからみんな楽しみにしてるわけよ、和道がどこまで戦えるの。だから和道に負けるっていうのは人類の恥だから、人類あいつにだけは負けちゃいけないっていうような。和道に負けたら終わりっていう、そういうレベル。人間やめますかって、和道になりますかっていう。エビセンさん笑、本当に本当に。しんさんこんばんは。こんばんは、しんさんいらっしゃい。頭痛はね、なんかマラソンしたら治ったね。ロードワークしたらなぜか治った。何だったんだろう。血行が良くなかったのかな。吉江さんが1位だったね。俺としてはちゃんまよに取ってもらいたかったんだけどね。しんさんこんばんは。ちゃんまよ結構遊びに来てくれるリスナーだから、配信者だから。まあ厳しい世界だよな。あんまね、ああ、ダメだ、これ言っちゃいけないこと言おうした。つい口が滑るかんな、俺。じゃあ次枠は、
シャドウ8ラウンド行きますね。応援してくれた人ありがとう。次役はシャドウボクシング枠です。あれあれ、カーソルが合わない。なんだこれ。新さんに言って笑った W。 あれあれあれ、新さん了解。あれ、ちょっと待って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 、あーなんだこれなんだこれなんだこれ。デビセンさん、チュンマユさん不在ですか。え、シャンマユさん不在。あれ何これ、マウスが、あれ、ま、何これ、マウスが効かない。どうすりゃいいんだろう。え、どうすりゃいいんだ、なんだこれ。まあいいや、タッチパネルでやったわ。じゃあ次役シャドウでーす。青じいさん、フワッチあるよ。それフワッチあるんだ、初めてなったわ。寒いね、上着よ。じゃあ次役で会いましょう。お疲れ。熱々。じあつあつ、どうしたらいいんだろうな。マウスが効かないとか意味わかんねえよな。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。